お話があったように、この年明けは災害と事故で始まってしまって、本当にそれぞれの立場で胸を痛めたことと思います。ただ一方で、奇跡的に民間機からは全員が脱出に成功できたりとか、それから被災地ではお互いに困っている人同士が本当に助け合ったりとか、そういうことが報道されていて、国の内外から感嘆の声も上がっています。だいぶピンチに追い込まれて傷んだ日本社会ですけど、それでもこういう伝統とか日頃の備えとかが世界からも称賛される、本当に誇らしく思います。今なお困っている方々に少しでも救いの手が届くように、私どもも全力を尽くしたいと思います。そしてこの20年、いろんなことがありながら、いよいよ成人されたと思います。そういう意味で、僕自身2000年代、まあ、94年以降のバブルが崩壊してから社会に出てるんです。だから一度も本格的な好景気を経験したことがないし、これから先も人口減とか進む少子化高齢化、なかなか大変な世の中だということをすごく自覚しています。だから皆さんのこの晴れの日の、そしてこれからの長い人生、いろんな思いで今日の日を迎えている皆さんに対して、今社会が抱えている問題を本当に根本的に一つでも二つでも解消解決してバトンタッチしなきゃいけないという思いにすごく駆られてます。と同時に、成人されたということは、そのさらに皆さんの次の世代に対しても、これから一緒に責任を負っていく世代でもあるということになります。すでにお話があったように、今の時代はどの国もどの時代も参考にならない、本当に歴史上始まって以来の転換点です。そこでなんとか役割をしっかり果たしたいと思っています。そこに一人の大人として、いろんな形でお力添えと、またいろんなお声をお聞かせください。一緒になって今島に残っておられる皆さん、一緒になって盛り上げていきましょう。日本を良くしたい。小川淳也です。